小正月の伝統行事どんと祭が県内各地で行われています。青葉区の大崎八幡宮では午後5時ごろ、境内に積み上げられた正月飾りなどに火がつけられ、御神火が燃え上がりました。御神火は正月に各家庭を訪れていた神々を送るもので、火に当たると心身が清められるとされています。参拝した人たちは御神火に手を合わせ、一年の無病息災や家内安全を祈りました。また裸参りも行われ、鉢巻きとさらしを身につけ、コロナ対策でマスクをした人たちが鐘を鳴らしながら御神火の周囲を回っていました。